どうもナオチンです。さあ今日も未来のトランクス編行ってみましょう。よし来たな、トランクス。早速修行。ん？どうした？浮かない顔して。ゴアンさん、腕の痛みは大丈夫ですか？あ、まだ少し違和感はあるけどな。なるほど、そうか、浮かない顔している理由はこのことか。すみません。そう気にするなよ。なくなったものはしょうがないさ。あの時生きていられただけでも幸運だと思わないと。でもよし、どうやらその状態だと修行どころじゃなさそうだな。やります。いいからいいから、こんな時には気分転換も必要さ。そうだな、こういう時は釣りでもしてのんびりしようか。は、はい。トランクス、釣りはできるか？はい、一応は。せっかくだから釣り勝負なんてどうだ？たくさん釣れた方が勝ちだ。そんな。いや、待てよ。組手じゃ絶対にご飯さんには勝てないと思うけど、釣りだったらひょっとすると勝てるかも。ははは、よーし、決まりだな。手加減はなしだ。負けないぞ。僕だって負けませんよ。さて、俺はどこで釣ろうかな。トレーニングルーム、上から順番にやってます。今回セルだね、レベル105。1個前のセルはちょっと攻撃力が高かったんだけども、ああ変わらずだな。あ、いやでもそんなもんか。え、何？あ、太陽拳だ。太陽拳した人。うわー、もう倒しそう。おお、早くヒートアップしないと俺やっちゃうよ。当たんない当たんない。魔漢交差法もしてくる？当たらないよそんなんじゃ。よし、もう決めよっか。あ、いた。ヒートアップすらしないの？ヒートアップ、あ、なんか金色になった。何もしないんかい。あら、もうスラシュラのキックで決める。